アテレコしまーす。まずはスキーンから。ちょっとね、まあもう一回こすろうかなと、この動画こすっちゃおうかなと、実況してなかったんで、まあちょっともったいないなということで、アテレコしようかなと。スキーイングの現在の最高記録3190何歩で 4000m を目指しているっていうところなんですけど、ここね2回ミスしてるんですよね。でここでこうなんですよね。もう序盤のミス、これがね痛い。ミスなしでも2500とかしょぼい時がある。まあとにかくこのゲームは難しい、見た目以上に難しいから、あれですよ、赤老って見た目すごい難しそうに見えて実はそうでもなかったりするんですよ。そのアクションを難しめに見せるのが赤老なんですよね。これ真逆よ。簡単そうに見えてくっそ難しいから、このゲーム伝わらないんだよな。だから面白いんですけど、このゲーム面白いよって言って進める時の動画としてはどうやったら伝わるのかなっていう、そのね指先の感覚とかのその伝え方とか、このラグがある中でのこのなんていうか、それを踏まえた上でのプレイングとか、このねスキングすごい面白いんですよ。ただ面白さが伝わらないだけで、面白いのは確か。で4年やってるゲームなんてめったにないですから、これとミンゴルと結構あるな。ありました。4年以上やってる。大体4年以上やってる。ぷよぷよとか10年ぐらいやってる。ぷよぷよ面白いけどね、対人対戦が、簡単にできなくなっちゃってるんで、それが不満ですよね。ずーっと不満。まあ、そうなんですよ。何回も言ってますけど、自分のこのチャンネルの、その主軸となるのはぷよぷよだったんですよ。ぷよぷよが主軸だったんですけど、対人対戦できなくなって、もうでまあミンゴルに移ったんですけど、ミンゴルはね上手い人がたくさんいるからね、なかなか。あとは課金しないとダメっていうのが、まあ2回目の失敗、ここがね、痛い。と言って2700。まあ、頑張った方ということで、ゴールドもやんなくちゃいけないんですが、まあ、やっぱ振り返らないと。初めてなんじゃないかな、中央が当たったの。おそらく。当たる確率ってどんなもんだろう。スリング C マインドクラブ、このクラブが当たる確率、出現割合 0.05% ですよ。まあ 0.05% 多いけどまあスリング系はたくさん当たるようになってるのか。プラチナの排出は 24%、まあ、多い方なんでしょう。
まあボールも欲しいんですが、まあボールも欲しいけどね、 0.05 を抜いたってことだ。うん、ようやったわ本当に。あとな、謎の飛距離5000億ヤード達成とか、ね、何この5000億ヤード達成っていう数値。まあこれは1万億ヤード達成もあるんでしょうね、おそらく。つまり1兆ヤード達成か。うん、1年後か2年後に1兆ヤード達成のなんかあるでしょ。え、飛距離最大55ヤードアッププラスランニングショットプラススローサークル超フルスイング、あー無風プラス超低反発プラスチャレンジショットのマインドチャレンジ&ジャストジャストショット時、SPBP 最大 45% 超ジャストチャンス2搭載。最強じゃんこれ、よう当てたわ。うん、そうか、超フルスイングって飛距離が55ヤードアップ、ランニングショットが打てるタイミングサークル速度が減少、乱所入りなんだな今更だけど。うん、でマインドチャレンジは風の影響を受けない衝突の反発が大幅に減少、飛距離とカップまでの残り距離に応じて SPBP 最大1500ってことか。なるほど、すげえな。うん、やっぱよう聞いたな。すげーの引いたわ。一番すげーよ。一番すげーよマジで。一番欲しいやつだわ。よう引いたわ。ありえんの。ボールも欲しいですね。で、ここで引くのがこちら。ハイパーショットクラブ2。この時点でもう、あ、やばってなったんです。あ、やばってなったんですけど。一応こいつが隠れ蓑になったんですね。今回のタイトル。ね。今世紀最大、今世紀最強ガチャみたいな。そういうタイトルつけたんですけど、まあ、一旦このハイパーショットクラブを見てもらって、あ、これのことかなって。見捨てて、上でのこのスリングシーマインドクラブ。これですよ。ハイパーショットクラブ2が、そういうね、ミスリードとして使われたっていう。うん、やっぱ、改めてやばいやつ聞いたな。やっぱ、ボール欲しいな、こうなってくると。55ヤードアッププラスランニングショットえげつないよな。うん、それでは、まあ大体ここでいいんですよ。他の視聴者と同じように、ここでもう見るのやめていいんですが、これね、最後に、なんか気持ちいいショットがあるんで、それだけ、それだけちょっとやるわ。それだけやる。最後に気持ちいいショットがあるんで、気持ちいいショット見ずに、この動画やめた人？あれ？ああ、これじゃないわ。これじゃない。
そうだね。まあ最後これですか、最後見るとしたら。最後これで終わりにしたいと思います。この動画は、はい、行きましたということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ちょっとこの動画をもう一回こすってみようかなと思って、はい、そんなアフレコ動画撮ってみました。今後とも当チャンネルよろしくお願いいたします。失礼します。